赤い光を当てられて育つ野菜。これらはリーフレタスです。実は水素を元に発電した光で育てられています。そして光の元となっている水素は使用済みプラスチックから作られているんです。まさにプラスチックごみから野菜が生まれているということなんです。こんにちは。テレビ東京経済班の記者がお伝えする経済記者インサイトのコーナーです。今回は SDGs ウィーク編としまして、川崎市にあるあるプラントを紹介したいと思います。このプラントはプラスチックごみを水素に変えるという働きをしています。そしてそこで作られた水素は繊維製品やアンモニア、果ては野菜にまで生まれ変わっているということなんです。そしてその実績は20年近くあるということです。プラスチックリサイクルの最前線をお伝えします。これは3月13日に川崎市内のホテルで開かれた記念式典です。化学メーカーレゾナックが市内で運営するプラントの20周年を記念して開かれたものです。川崎市長など市内の要人が参加しました。企業活動を最大化するためにはですね、これまで多分お金だけ儲けてくればよかったんだと思いますけれども、近年きちんと世の中の役に立たなくてはいけないと、いい会社じゃなくてはいけない、さらに社会貢献をしなくてはいけない、環境問題に配慮しなくてはいけない、そういういろいろなことをですね、一緒にやっていかなきゃいけないということを考えたときに、我々の経営の根幹であるサステナビリティを支えていく、この KPR というのはですね、大変大変大切なものです。レゾナックの川崎市のプラント、通称 KPR は、自治体が集めたプラスチックごみを処理します。こちらが家庭から集めたプラスチックごみの山です。これを燃やすのではなくてガス化して分解し資源を取り出すという先進的な設備なんですね。このようにフォークリフトで一袋ずつ機械に投入していきます。プラスチックをその原料にまで戻してから再利用するケミカルリサイクルという手法を取っています。集めたプラスチックを砕いて熱して溶かします。その時このような金属とかゴミは取り除かれるんですね。原料になるプラスチックのみを集めて使うことになります。これを成形して RPF という原料を作ります。だいたい人の親指よりちょっと太いぐらいの形でちょっと長さのあるような物体ができてくるんですね。もともとがプラスチックごみなので多少匂いがするような状態です。これを高温高圧の炉に投入していきます。高熱で蒸し焼きにすることで不純物は取り除かれます。そしてプラスチックは熱でガス状に分解されていきます。自らの熱でガス化分解していくので、この炉を起動させるとき以外外から燃料を追加投入する必要はないんです。そのガスをさらに生成することで CO2、二酸化炭素や水素を取り出すことができます。そうして発生した二酸化炭素はドライアイスや炭酸飲料のガスに作り変えられます。このドライアイスは生協の配達で活躍してるんですね。年間を通して有効活用されているということです。品質的には全く問題なくて、以前のドライアイスと同様に使っております。お客さんのところで今共働きであったりとかが増えてきてて、それで冷凍品で作れるものであったりとか、あとは冷凍の中でも冷凍ミールキットっていうのも今ですね始まってまして、そちらの需要も今増えてますので、そういった意味で冷凍品の需要がどんどん増えているのかなと思っております。そういった資源循環という意味合いではこういった取り組みがどんどん広まっていただくと嬉しいなとコープデリとしても思っております。一方、分解されて得られた水素はですね、構内に一時貯められます。プラントで作られた水素からこちらアンモニアが作られます。そしてこれがさらに服の原料となるんです。アンモニアはアクリル繊維の原料となります。こうした帽子やセーターなどアクリル製の衣服の原料になるというわけですね。
繊維製品だけではなくて、こうしたお玉やおもちゃなどの樹脂の原料にも使われます。現在年間生産している11万トンのアンモニアのうち、およそ 55% は使用済みのプラスチックから作られています。この割合をレゾナックはもっと高めていこうとしています。化学業界、いろいろなものから素材なり製品を作って世の中に提供してますけれども、その原料をリサイクル素材から、調達するというのはもう世の要求事項になってますので、我々はどちらかというとそれに順応適応しないと生き残れない。作られた水素はアンモニアの原料となるだけではありません。パイプラインでこちらの施設にも送られます。ここが冒頭ご紹介した野菜を育てている川崎キングスカイフロント東急レイホテルです。このホテルの外には燃料電池システムが設置されていまして、それでホテルの使用電力の 15% から 20% を賄っているということなんです。余談ですが、ホテルの近くにはバイオマスの発電施設もあります。その電力も使っているため、このホテルの電力はすべて CO2 フリー、リサイクル電源で賄われているということなんですね。あ、そうですか。知ってました。知りませんでした。はい。すごいなと感心しまして、あとこんなところでも水素を利用して電気転換できるっていうのが、まあ今の時代はすごいなと思って。テレビでは車のなんか水素エンジンで使って世の中出してるっていう話聞いたんですけど、もうすごい進んでるなと思いますね。すごいです。でこちらの施設でレタスを栽培しております。そしてこちらが冒頭で紹介したリーフレタスの栽培設備です。ホテルの朝食でこのレタス使われているということなんですが、今レタスが栽培されているということですけど、はい、今目の前にあるのはどのくらいの時間が経っているものなんでしょう。こちらは1ヶ月近く経った状態になります。だいたい28日でございます。この光もどんなふうに賄われているという。こちらの光についても水素を元にした電力の、使っております。早速いただきます。うん、収穫したばかりだからでしょうか、こう葉っぱの味がすごく強いですね。そしてシャキシャキして新鮮です。美味しいですね。これハウスで育てているので、環境がレタスにとってもいい環境を常に保っているんですね。なので葉っぱ自体に少し甘みも感じられるような、そんなレタスになっているかなと思います。当然これはだから薬とか虫とかの心配っていうのは、そうですね、一切ございません。無農薬ということでこのまま食べられるということです。自分たちで発電することで削減できている二酸化炭素の量っていうのはどのくらいになりますか。だいたい100トンほどの削減量になります、ね、年間です。日本国内においてはまだまだ水素が知られて、水素というもの自体への、認識でしたり興味というところがまだまだ低いので、そういったところを当ホテルの取り組みで少しでも興味を持っていただけるようになれればなと思っております。今回の経済記者インサイト、日本の脱炭素を目指し、プラスチックごみから水素を作り、さらにその水素からアンモニアやアクリル、さらには野菜を生み出すという取り組みをお伝えしました。ありがとうございました。